道から展開しております。そして注目してください。このプラカードの持ち手ピーンと動いております、ねそして背筋もシャキッとしております、こんなプラカードも知らなくていません。豊橋久美子の大使とゴールドと呼び抜かれた、発表で高倉さんはしておりまして、その後ろにやってきましたのは、北川本州祭り朝姫小僧姫アーンド、その後ろはミス港でございます。かつての東海道の威厳を今伝える高倉本州祭り大東行列のお姫様です。そしてそれと世界豊橋が世界に誇る美観光の豊橋ウルトラ PR テロキスミナト、この2つの登場です。まず人力車に乗って登場したのが高橋市本陣祭り大名行列と朝姫の小姫のお金朝姫役が白井優さん、そして小姫役が佐藤直岡さん。本日は浴衣姿で人力車で登場した朝姫小僧姫のお二人ですが、来月11月8日8日ですね、日曜日に開催される北川市御本陣祭大名行列はお姫様の衣装を身につけて参加されます、ヒゲでした、皆さんもぜひお出かけいただき吉田領主松平の旅館での勤労工事環境交代の行列をモデルに地元住民などが300人が空港会を取り上げ、江戸時代の歴史に向けた大学行列をご覧ください。私の方いろいろですね、資料があるんですけども、この人力車のことって何もくれてない、ちゃんと誰かが新風会、新風会、あ、新風車、新風車、これどちらの方だったんですか。郡上橋なんだ。徹夜踊りをやりきてこちらにやってくれました。ああ、人力車、郡上橋もこれって。さあ、そしてその後ろですね、ミス港がやってきました、港、船、海、遺産上でございます。今年の見せると港の女王は平尾優香さん、そして船の女王まとめて宮城さん、そして海の女王が近藤美希さん、また今回は歴代の5名の女王と海洋少年の皆さんも2人で参加している。あ、本当だ、王者の後ろにも1,2,3,4,5名の、旧ミスの方があります。あ、後ろ去年去年だね、去年のミスのお二人でございます。そしてその後ろのミスはいつのミス、あの安藤さん31年前違うんです。なんで今年のミスは分かるの、なんで去年のミスはアルティナのに、このちょっと昔のミスはオープンしかもちょっといいやり気がオープン、きっとドライバーがオーナーだと思う。本当にこんな感じか、あーね、許してこのみんなこの目にするみたいな、厚労省がいつも頑張ってくれてるからね、そしてありがとう。さあ、どうぞ。